どうぞ一ノ瀬さん。はい、あの私今年の11月であの引退して2年になるんですけど、あの引退して初めて目標とかがなくなったんですよ。今まではもう本当に小さい時からずっとパラリンピックに出たくて、でその大きいゴールはパラリンピック、パラリンピックのメダルだったけど、そこの手前の小さいゴールもずっとあってやってきて、でなんかこう本当に水泳をやりきったと思って引退して、引退した瞬間こうなんか目標とかがパーンってなくなって、一つの区切りが終わって、でなんか夢とか目標から逆算するっていう生活をこの2年初めてしなくて、でもなんか2パターンあるのかなってなんとなく思って、夢や目標を設定して逆算して今日を考えるパターンと、今日の自分の最善の選択を積み重ねるパターンと、なんか2パターンあっていいのかなと思って、なのでなんかこう今のなんか毎日選択の積み重ねじゃないですか。だからその選択を今までは夢や目標にどっちが近づけるかっていう物差しで測ってたけど、なんかその物差しが夢や目標じゃなくて自分のなんか心地よさとかしっくりくる方とか、なんかそういう物差しに変わって積み上げ型をこの2年は初めてやってみて、なんかそれはそれですごい良かったし、なんかゴールを決めないからこそこう柔軟にいろんなものを受け入れられた、なんかあこっちもありかみたいな、なんかそんな2年だったので、なんかないはないでありなのかなって思ったりしました。じゃあ、世界観はだいぶ変わったね。変わりましたね。